IAC マック本部国家間航空委員会は独立国家共同対処国において民間航空の管理、監督を行う機関である。国家間航空委員会はロシアの航空当局であり認証などを行う専門組織を有している。本部はロシアモスクワ市中央区ヤキマン下に置かれている。国家間航空委員会は1991年12月25日に 調印された民間航空及び空域利用に関する条約に基づき、1991年に設立された。国家間航空委員会の航空事故調査委員会は、航空事故が発生した場合、ロシア連邦航空運輸局とともに調査に当たる。1991年の設立以来、立ち穴ディ長が委員長を務めている。彼女の子息一家は、 ロシアの大手航空会社の一つであるトランスアイロ航空を所有している。トランスアイロ航空の業界における立場から航空機の認証にも関与する彼女の利益相反行為について報道各社で様々な憶測がなされた。2013年11月以降の加盟国一覧旧ソ連諸国のうち以下の国がオブザーバーとして参加している。旧ソ連においては 国家間航空委員会の前身としてソビエト、連邦閣僚会議の下部組織である国家、航空安全管理委員会が置かれていた。ゴスアビアなどは、航空事故調査も所管していた。国家間航空委員会は、旧ソ連公正国のうち12カ国が1991年12月25日に、ミンスクで調印した民間航空及び空域利用に関する、 条約によって設立された。国家間航空委員会の最近の著名な活動として、ポーランド空軍つ154墜落事故の事故調査が挙げられる。ありがとうございます。